小田家の家臣、後に、前田家の家臣。主家、畑山家の滅亡の後に、長家も、一族のほぼ全員が暴殺されて滅亡したが、連流は、小田信長に仕えて、最高を果たした。信長没後は、前田利家に仕え、利家を軍政両面で支えた。生涯四十一回の合戦に参加して、有名を馳せた。天文十五年八月十五日。 のと畑たけの家臣、長俗連の三男として生まれる。幼名は一万末。署名を吉村と言った。臨在州の門に入り、のと国熊木正連寺の僧となり、僧償して、高音寺の住職になった。以後、創業でありながらも、高音寺を通称として戦場に出た。永 a 十二年十一月、ぬくい影高と、三宅長森の木山に、畠山吉隆が、 八代春生の三千貫の土地をあてがわせたのを不満に、もって、八代親子が三千名の兵で乱を起こした際、高恩寺、恩義、三宅、松並常は四千名をもって鳥塚の合戦を、戦って、八代親子を廃止させた。天正五年五月、上杉謙信の信仰を受けた際、七月十八日、平子泉、靴和田だ日後、当人式部、 板倉伝右衛門が穴水城救援に向かうと、高温寺は包囲を着て、水軍を率いて迎撃し、乙が先合戦で対勝して、主球70を取った。うる7月、謙信が元に軍を進めたために、穴水城の包囲を解いた長族連は、自身が事実上の上司たる畠山家の居城、七尾城に籠城して、上杉軍に取り囲まれた。23日、 幼い畠山春大丸が病死して、主兵の士気が下がったので、長綱蓮は弟幸恩寺を密かに回路より、織田信長のもとへ、援軍要請に赴かせた。ところが二十六日に吉春のお父に本は次も、病死し、畠山家は、喪失が絶えた。長綱蓮は、一気勢を先導して、上杉の背後をつかせようとしたが失敗し、九月になると、 七尾城は陥落は避けがたい状況になった。謙信は、上条正重、長尾四次郎、島津淡路を死者として、湯佐続行を内容させた。湯佐は、恩身、三宅兄弟と測って、9月15日、俗連、高連、則忠、連常、ね、連莫ら、一族14人を、ことごとく暴殺した。これによって、高恩寺は、一族の中で生き残ることになった。 高音寺が織田軍と共に来園した時には、すでに一族の首は石川軍、比べ浜にさらされており、援軍は遅きに失した。もはや畑山家も滅亡しており、信長に仕えて報復の機会を待つことになった。天正6年8月、高音寺は自ら兵五百を集めて、穴水城を脱取し、上杉家臣の当時七尾城主であった味坂町宮、 おだけに属した神保市長らと結び、湯さ氏らに対抗した。あだである湯さらと戦を繰り返し、神保市長らと共に、のと、越中を転戦した。湯ざ、ぬくいらによって、七尾城のあじさが追放されると、柴田勝家に近づき、前田敏家、佐久間森政らと共に、湯ざ、ぬくいらを攻めて、蓄転した湯さを追撃し、打ち取ることに成功した。 のとが、前田利家に与えられると、土井新馬らと共にその寄り木となった。天正八年一月十日、連流に改名する。同年九月一日、信長から所領を安堵された。天正十年の柴田勢による、魚津城攻めにも、従軍、一族の長影連が、上杉方に属したため、これを撃破している。同年六月二日の本能寺の変後は、そのまま、 前田利家の家臣となった。同年のイスルギさんの戦いに参加し、その選考により、能登国内で3万戦国を与えられた。天正11年、静ヶ岳の戦いに参加して、前田軍の殿軍を務め、この際に連流の家臣30名余りが打ち死にした。天正12年の笹成政による末森城攻めでは、利家の救援軍に属して華々しい活躍を上げ、 年家に抜群の活躍比類なし、真実頼もしくこうと称されている。ただし、末森城の合戦に連流は実際には参加しておらず、合戦後に危険を顧みずに駆けつけた点を年家から称されている。その後も小田原征伐、朝鮮出兵に参陣し、伏見城追記や宇治川の土木工事などにも参加し、いずれも功を挙げた。慶長4年に、 年家が死去すると、後継者の年長に仕え、翌年の関ヶ原の戦いでは、北陸で庭長重と戦い、浅井縄手の戦いでは、敗れながらも奮戦した。慶長十一年に家督を、長子の吉倉に譲り隠居したが、慶長十六年に吉倉が創生すると、再び当主の座に復帰し、大阪の陣にも従軍した。これらの功績の数々からも受けて、 長家は最終的に三万三千国の大みとなる。元奈五年二月三日、野戸辰浜にて死去。去年七十四、家督は次男の連来が継いだ。以降、子孫は加賀前武の家老として三万三千国を領した。年家は死去する直前に着男の年長に衣装を与えているが、その中で連流と高山右近の二人は役に立つ人材であると、 表している。また、連竜は、前田家の主君だった信長に仕えて、所領安堵を受けていたため、他の前田氏家臣と違って、修行の面では、独立大名のような強い権限を保持しており、加賀藩の中では、やかと称される、最上級の重心となった。ありがとうございます。